トルクがないからなかなか加速できない。で、自然風の中でこんな安定した風ないから、これが強弱あると風車は止まっちゃうんですよ。で、実際にこれが加速してって発電機まで行くと、とてつもない騒音が出てる。これはゼファ。そうそう、ゼファの前身、アメリカのエアシップ。ああ、そうか。うん。ああ、ね、で、これが風切り音なんです。で、これ、早く回って、音が来てるから、ものすごい力あるように見える。ここでブレーキかけるって言ったら、一番力に入れないとこなんです。ああ。これ、上がっただけで、これ。で、これ、これだけ早く回ってても、これ、入力止めます。扇風機止めると、この風車の止まるスピードは扇風機と同じスピードで止まります。うん、で、これは学者はおかしいと思わないんです。うん。送ってる側が止まったんだから、もらう方は止まって当たり前と。そうやっか。二人違うこれ。本当だ。ほとんどだよね。ね。で、これ形が違うけども、今の欲の考え方が一緒なんですよ。欲理論もね。で、これが僕のプロペラです。扇風機の風が羽に到達すると同時に加速入っちゃいます。で、これはもう一切音しないです。今音聞こえてるの、こっちの扇風機の音ね。向こうの音が聞こえてる。だから、プロペラが音しないっていうのは今の常識でありえないと思う。扇風機だと音するんだから。で、もらってる側が音しない。で、これ今、今度止めます。それで向こうはずっと回り続ける。で、先ほどは扇風機と同じスピードで止まったのに、うん、もらってる側の方が長く回る、うん、で、もらってる側の方が長く回るっていうと、これまたおかしな会話になっちゃうんだけども、うん、ごめんね。今、あ、はい、音は全然しないじゃない。しないですね。例の大きいやつなんか低周波のあれが出るとかいうのは言っても出ないで、あれはやっぱり出るんですか、低周波ので、なんか耳がなんか悪く、あ、これは出ないんですか。それすごいな。で、普通はこれプロペラが回るいうことは、これ風吸ってるわけです。これ、そうですね、吸ってますね。これ今風入ってません、ね、はい、プロペラが回ってるのに風出てない、はい、これ吸ってない。うん、あ、いや、吸うんです。あ、吸うんです。あ、そうかそうか。吸うけど、ね、あ、そうかそうかそうか。ここはないんです。あ、そうかそうか。自分で吸ってるんだ。自分が曲がることで、吸ってるんだ。呼び込んで、それで回って後ろに回る。ああ。先ほどの反作用の、そうですね。だから普通はプロペラが曲がってたら流体の移動がなきゃおかしいっていう。ああ。自分でやってるんですね。そうそう。あ、これはすごいな。だから、そのプロペラが回ったら流体の移動がなきゃおかしいっていうのは、今までの理屈はそれで流体の移動が起こってたんです。だけどこれ